皆さんこんばんは。いろいろなことをお疲れ様でした。キズナ長崎です。今日はですね、名前覚えきらんけんが今日は書きました。お寿司が、322円半額でですね、半額の金額です。焼き魚160円。今日はかいくんとかいちゃん来ております。でポテトウインナー、これも160円。多分全部食べれないと思います。でカンパチのお刺身、これも160円です。あとからショートの方でレオくんスペシャル、レオくんって言います。今日ご登録の皆様本当にありがとうございます。感謝し暮らします。見つけましたよ、おっちゃん。0秒チキンラーメンそのままかじるやつ。美味しくないよって言ってます。そして瓶ビールを久しぶりに、1ヶ月ぶりぐらいじゃなかろうか、わからんけど、ちょっとね、いろいろなものがもうちょっとどがんかせんといかんとばってね、お膳をテーブルを向こうに沖の方にこう買おうかなと思ってるんですけれども、なかなかね買おうって思った時には高いからね。くーちゃん、生身取らすとサーモンですか。こっち側見てください。くーちゃんです。ちょっとビールをポンって開けたいと思います。久しぶりに。よいしょ。編集なしでいつも撮影しておりますけれども、大体片手で頑張ってます。こういう感じで私が一番好きなキリンのラガーさん、ビンビール、こういう感じで持って、ここの部分をちょっと指でさせませんけど、パーンパーンっていうか、ポーンっていう、今のは違いますけんね。で端っこの方をあっちゃかした、よっちゃかすですよ、おっちゃんは。端っこ、おまたおっちゃかした。端っこの方を、あーな、ならんな、栓抜きの大きかったですもんね。いきます。もう匂いが、いただきます。お互いねですね、今の時代、コロナ時代を乗り越え、頑張りすぎずに頑張れるように思いを込めまして、一気にいきます。瓶はですね、何十円かちょっと高いんですけれども、めちゃめちゃうまかです。まずは風味、全然違う。北海道生搾りは明日飲みます。そしてご紹介したのが純米大かんなの純米大吟醸でございます。なんと1500円やったんですけれども、半額で、アルコール分が13度と、女性にも優しいと思います。佐賀県の方で書いてますけれども、フルーティーな、あ、女性向けですね。
まだねちょっと焼酎があるんでね、これはまだ開かずのまでいつの日か開けたいと思いますけれども、この紫陽花のね夏の終わりを思わせるかのような、あって思って迷わず買いました。700いくらで買えました。720ミリです。ゆっくりいただきたいと思います。今日のスポットライトは、あ、ぴょうぴょう軍団代表で今日はテルボーです。あまり出てきませんね。テルボー、お友達がつけてくれました名前を。で、いつもおります、一番小さなぴよぴよです。ピッチです。本当にピヨピヨがもう可愛くてですね、どうして50を過ぎたおっちゃんが今頃ピヨピヨなんですかって前お話ししたことあるんですけれども、小学校時代に夏祭りでひよこ釣りっていうのがこういうプールがあってですね、でおじさんと行ってたんですけれども、こっちにもう向こうに行こうかっていうことでひよこといろんなねカラフルなその当時ねひよこちゃんがおったんですけれども、一匹のひよこが、黄色いひよこがね、こう私のところずっと見よったんです。こう来てからのふいっふいっ、そのねバイバイってねやった光景というか、何十年経ってもね、そして4年ほど前になりますかね、もっとなるのかな、今日は言いませんけれども、絆に出会いましてピヨピヨです。初代ピヨピヨ、そして今に至るわけでございます。その時の記憶があれやな、不思議なもんで、もうピオリーナを見つけた時に、お、何ですかこれやって思ったけんですね。ミニピオ軍団です。いつもはいないですけれども、18ピオ救出しております。で、根魚狙い、この間もですね、この間っていうか昨日ですね、 1.55 で切られたんで2号で、3号だと食いが悪くなる、大物肌は賢い、すっごい大物旗か真旗か青旗か生地旗かいろいろ旗がおりますけれども、長崎県にも悔しか、サンゴにしたら食いの悪くなるですね。最近それを知りまして、でも細かったら切られますし、この間おっちゃんが40センチ以上の黒を2号のハリスでグッて売り上げてたんで、私も2号を買いました。メーカーがねちょっと違いますけれども、どうなんやろう、釣り針次回予告、根魚釣りっていうことでございまして、ガマイソでございます。248円で13号です。ちょっと出してないんですけれどもね、アラカブ根魚じゃないでしょうかね、こういう形のやつが私はいろいろ使ってきてたどり着いてますけれども、カットグレ、これがね中古品ということで、2つで200円、こんな感じです。これ餌はねヤリカが一番良かですね。でもヤリイカはカワギがおったらね困る時もありますけれども、よいしょ、よいしょ、ゆっくりいただきたいと思います。今日のスポットライトはカイ君とカイちゃんです。